パレルモ植物園のティネオの教像ヴビンチェンツォ・ティネオはイタリアの植物学者であるパレルモで生まれた父親のジュゼッペ・ティネオもパレルモ大学の植物学の教授で初代のパレルモ植物園の園長を務めた父親の後を継いでパレルモ大学の植物学の教授となり1814年からッスル1856年の間パレルモ植物園の園長を務め この間シシリー島の植物や菌類の収集を行いティネオの集めた標本はパレルモ植物園の地中海標本の重要な部分を占めている。長年にわたってシシリーの教育委員会のメンバーで多くのアカデミーの会員であった。リアルオルディネ・ディ・フランチェスコアやオルディネ・アル・メリト・ディ・サン・ミッシェルを受訓した。ンカの植物の俗名にチネアやネオ・チネアの名が命名された。チネオは 植物の学名で命名者を示す場合に、ヴィンチェンツオティネオを示すのに使われる。ありがとうございます。